前田殿も。毎度、岩本です。ボカジ、はい、今回もよろしくお願いします。お願いします。今回の動画は、はい、巨人、日本ハム、でメジャーで、その後にはソフトバンクや DeNA でもプレーしていた、はいはい。それで全部かな。あとオークランドもいましたけども、その子は。アメリカでね。アメリカで、はい。うん。いろんなチーム、いろんなユニフォームを着て、いろんなそのチームの特徴ってあると思うんだけど、ね、まあ、その辺に迫っていきたいんやけど、はい、日本のチーム、うん、まあ、1、2、3、4球団、はい、ここはすごかったでっていうのは、うん、どこのチームに何がすごかったっていうのはありますか？まあ、すごい、まあ、うん、何がすごいかっていうのは、やっぱりお金で言えば、ソフトバンクはすごいですね。うん、あ、そう。はい。ソフトバンクはやっぱお金の金銭面はすごいなっていうふうに思います。それは給料の評価がめちゃくちゃ高いってこと？まあ、他のチームより給料もすごいんでしょうけども、インセンティブの、金額が、やっぱりこう、給料以外のお金ですね、うん。そういうのがやっぱりすごいなっていうふうにも。ジャイアンツもすごかったんですけども、うん、それをやっぱ超えているのはソフトバンクでしたね。ジャイアンツもお金よりもなんかそういういろんな待遇は良かったですね。だから、セ・リーグはジャイアンツがいい。パ・リーグはもう、やっぱソフトバンクがちょっと抜けてるかなって。ちょっと具体的に聞きたいんだけど。はい。例えばソフトバンク、インセンティブ？はい。そうですね。だからその、賞金は別じゃないですか。賞金は逆にジャイアンツの方が良かったです。1試合で貢献した選手だね。はい。あれは一緒、勝ちゲームで貢献した人に賞金がついてるんだって。出ますね。あ、それはやっぱり、あるんですけども、やっぱジャイアンツの方が良かったですね。額がやっぱり。じゃあもう活躍ずっとしてる選手なんて給料手つけへんぐらい。つけないですね。ああ、そう。ジャイアンツのその今はどうかわかんないですけども、そのスポンサーさんがちゃんと行った時っていうのは、うん、すごかったですね。松井さんとかやっぱりすごいって言ってましたから。うん、で監督賞も長嶋さんの時っていうのはすごい額だった。長嶋さんの場合の時っていうのはちゃんとこう長嶋さん、まあ、直筆のサインをもらって、うん、それをこう渡してもらってたっていう感じ。ほんでそれは賞金でしょ。賞金でインセンティブでおえーと思ったソフトバンク、はい、何が、うん、いやもう本当に登板数なのか。だから登板数もそうですし、まあ、僕リリーフなんで、うん、ホールドですよね、うん、今だったらホールドとか、まあ、そのセーブ勝利数一つにつきいくらっていう。でも、だから30、まあ、40を超えていくと、だからそこまではつかないですけども、大体30試合。で、まずドン。30試合だけではこれだけ。ドン。そこから1試合。1試合ごとにドン、ドン、ドン、ドンって上がっていく。上がっていくんだ。はい。給料僕安かったんですけども、うん、安いからインセンティブをつけてくれた。まあ、そうやな。まあ、そこに立ってくれてることが貢献だから、はいはい、まあでもそれは僕は理にかなってると思ってる。そうそう、僕はもう本当に外国人の方たちにはそれをやった方がいいと思う。うん、その契約の方がいいと思うね。はい、だから、年俸は低くして、やればやるほど、うん、上がっていくよっていうシステムの方が、僕も頑張ったんで。それの方がいいんちゃいますかってある監督と話してんよ。だからその監督が切なる思いというか、小さい声で、それだと獲得できねえんだよって言ってた。やっぱ初めに積んでるとこに行っちゃうんだって、目星選手が。だそういう人ってやっぱ自信がないんですよ、自分。ら僕らメジャーもそうですけども、うん、外国人の人ってメジャー経験してる人だったら絶対わかるはずなんですよ。うん、メジャーでいきなり何億もらえないんで、うんうんうん、3年絶対メジャーでやらないと、うん、給料上がらないんですよね。まあ大谷がそうやったもんね。年齢的に抑えられてて、まあ、そうですね、はい。で、もう3年ぐらいした時にバーコン、はい、見っといてすごい、ね、6年で FA なんですけど、そのシステムを知ってる人が、うん、やれば、日本に来てもそういうシステムだよっていうふうに言えば、うん、分かってくれると思うんですけど、うんうん、でもトータルのこと考えれば、そんだけもらえるわけじゃないですか。試合数が出て1年間働いてくれれば、トータルあなた何いくら欲しいのっていう時に、じゃあ5億だったら5億分のインセンティブと、うん、サラリーを組んであげるわけです。はいはいはい、それをやれば、それ以上にまた活躍すれば、もっともらえるよっていうふうにすればいいんじゃないですか。うん、でも、本人たちは自信ないんだと思うんです。で、はい、いくら。で僕ら、ソフトバンク、インセンティブだけでも、多くいってます。そう。はい、だから結局、それだけ貢献してるから、ソフトバンクとしては、はい、いや、これ対価です、対価ですって出すわけでしょ、うん、そうです、うん。いや、活躍してくれたら、あなたのキャリアやったら、こんだけ出すんですよ、そうそうそうっていうことやろ。そうです。俺、理にかなってるから、はい。そこはもう本当に、やりがいがありましたね。やればやるほど、しっかりこう、給料くれるんだなっていう。ほんで、メジャーでさ、はい、優勝チームにもいたわけやんか。その時のチーム内バブルってあるやん。急に何かが豪華になったとか、待遇が良くなったとか。まあでも、ボストンのチームで優勝1年目でしたんですけども、うん、なので、まあ、その当時、ごはん屋さんとか行ったらタダにしてもらったりとか。あ、そう。あとはもう本当に警察の人たちも本当にこう、渋滞してて、
ちょっと遅れそうだっていう時も、あ、岡島ここ通れとか、うん、先導してもらったりとか。あ、そう、はい、こんな白バイとか先導してくれて、韓国の受験生が遅刻しますので白バイで行くのがわけがちゃうな。でもそんな感じですね。そんな感じか、はい、だから優遇してくれんねや、はいはい、今日も頑張ってみたいな。ありがたいことやけど、へえ、街の中でそういう、いすごいですよ。やはりこう4大スポーツの中で、うん、あの、まあ、チャンピオン、最後のね、チャンピオンになったチームっていうのは、うんうん、人たちっていうのはやっぱりすごいですね、うん、はい、でメジャーも経験した、はい、マイナーも経験したさ、うん、で日本のプロ野球って1軍と2軍でしょ、はい、今3軍、4軍って声まで出てきてるけども、はい、底辺の待遇で言うとさ、やっぱ日本は恵まれてる、恵まれてますね。移住職しっかりされてるじゃないですか。ああ、はいはいはい、そこがやっぱり違いますね。やっぱり野球スタイルっていうのはトリプル A はやっぱりレベルが高いんだと思うんですけども、うんうん、やっぱり食事と住むとこっていうのはやはり日本の方がやっぱりしっかりされてますね。うん、給料もやっぱりトリプル A なんか全然もらえないじゃないですか、うん、だから、あ、皆さんこうホテルマイナーやからな、結局マイナーで一緒にこうシェアして、うん、ホテルも2人部屋、絶対2人部屋なんですよ。で僕はそのマイナーの、ね、トリプル A の時はオークランドの時は、うんうん、アスレチックスの時は中島くん、ジャイアンツに今いる、はいはいはい、中島と一緒に、中地と一緒にこう、うん、トリプル A 一緒にいたんですけど、うん、絶対二人部屋なんですよ。一、うん、人部屋はいいじゃないですか、やっぱり、うん、家族も来たいとか、うん、そういうので一人部屋になりたいんですけども、その時はしっかり自分たちがお金払うんですよ、はいはいはい、半分払ってとか、はいはいはい、絶対二人部屋なんですね、前なら。だから日本の場合は絶対一人じゃとかじゃないですか、若い人はね、まあ、今は当たり前のように一人部屋になってるけどさ、はい、まあ、若い人は2人かも分かんないですけども、うん、でも食事もしっかり、あのホテルにね遠征行ってもありますし、弁当も出るし、うんうん、もう本当すごい、日本の2軍さんとかはしっかりねご飯も食べて、その球団が保証として与えている待遇は素晴らしいよな、はい、で僕もトリプルの時に経験してるのは、朝は朝マック、うん、ハンバーガー1個とかなんですよ。あとはあの日本で言うと、まあ、ダンキンドーナツ、あ、アメリカダンキンですよ、ムスタードーナツのドーナツが1個と果物1個とか、これちょっとダメだろうと思って、うん、僕と中地は佐藤のファンとかを持って行って、アメリカのマイナーに行ったら本当にもう大変ですよね。給料も安いですし、うん、ご飯もね、ハンバーガーリーグってうまいこと言ったもんやな。ああ、ほんで成績あかんかってロッカー開けたら赤い紙ピンって貼ったんやろ。赤いのは今ないですかね。昔なんかあったんやろ。ありましたね、なんかそういうの貼り紙みたいな感じで、ほんで飛行機チケット置いてあるっつって、はい、でもそれね、赤い紙じゃなかったけど、あれメジャーリーグのチャーリーシーンかなんかやろ、うん、がそういうシーンあったやん。ありました、ありました、うん、はい、ロッカーパッと開けたら飛行機チケットがポンって置いてるのは俺見たことある。あ、うん、秋季リーグって最後のテストをしてるような選手が、はいはい、もう1週間ぐらいしたらそれあって、もう俺帰らなきゃっつって帰ってってるやつおったわ、うん。いや、いろんな地域でいろんな待遇のあるベースボールと野球、はいはい、追いかけ続けます、前時計。